プロジェクト K, クト K こんにちは、キラです。今回はですね、新年代のガチューブ連打祭り2打目でございます。本日最終日です。つまりインニゲデメガイです。本日ですね、第1レースから4レース分いくんですけども、出走表的にですね、6号艇完全に切っちゃってもいいかなと思いまして、5号艇絡みの4通りでいきます。これは来ますでしょ、さすがに16倍超えでプラス収支ですので、いけますでしょ、さすがに爆勝ち。どうぞご覧くださいませ。はい、第1レースです。1本目つ最終日でございます。もうね、インニゲ祭りで大丈夫ですからね。金子人気の中心です。こういう時にね、6号艇絡むことだけやめていただきたい。大丈夫だと思うんですけどね、6号艇絡んでね、ドデカ毎週出ちゃった。もうね、これはね、悔やみきれない。もうそれだけやめていただきたい。それしたらね、もう1ヶ月は引きずります。1ヶ月は後悔がね、引きずります。てい、頑張れ。スタートしました。1コースから4コース、もうね、何も考えずに、インニゲはもう何も考えずに大丈夫。もう決まったと思います。決まったことを前提に。待って、あとはね、5号艇が絡んでくれば大丈夫。4号艇が絡まない4号艇が絡まないで、5号艇が絡んでいただければ、もうそれで決まり。間から2号艇寺島、内側から接近4号艇片岡、トートは3号艇梅木が続く。スタートは正常です。1、2、5 24.8倍、一発でプラス。6号艇絡まないで、4レース分しかございません。もうね、とにかく1本目2本目で的中をいただいて安心したい。もうあとは安心して見ていきたい。それだけが願望、それだけが願望です。まだ分かんない。これ5号艇内側から来れる。6号艇やめて、もうマジで6号艇やってください。こういう外した時に限って6号艇が絡んで、どでかいところが出てしまうのはものすごく悔やまれる。126円は高いですからね、80倍台。125、ほらもう6号艇怖い。マジで怖い。もう、つというのはですね、2号艇、5号艇が結構ぐいぐい絡んでくる、そんなイメージがございます。1、2、5ボックスでもいいんじゃないかってぐらいに、2号艇、5号艇がぐいぐい絡んできてくれる。だから1号2がいいな。1号2でお願いします。いや、1号3でお願いします。1号3でお願いします。これに関しては6号艇が絡んできてもおかしくないですね。スタートしました。ダッシュの3艇が部外インサートを決めた。1号艇角から4号艇沼田も仕掛ける。しかし2号艇の野村がわーくるよ。また来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 た28.7 ならば、152なら、あっ怖い、ちょっと待って、これ5号艇大丈夫、これ待って、5号艇すごいな、伸びてくるな、1着まで来るな、これ怖い。待って、あんまり争わない、あっやばい、やめて、グリグリしないで、そこでグリグリしないでよ、なんでだ。今内側から5号艇山本が先制した。一旦ヒューラーの1号艇中西、この中から2号艇野村飛び込んでくる。先頭争いはわずかに込んだ5号艇山本が優勢か。内側からまだまだ1号艇中西、そして2号艇野村が3番手から追走。最終周回です。1マーク内側を抑え切って5号艇山本里奈が先制ターンです。ねえ、ほら言ったそばから1号に125ボックス。5番1番2番です。3連単51蓋ですと 81.1 倍、5蓋1に変わると 84.2 倍です。ラストマーク突破らせ、激戦競り勝った5号艇山本里奈が先頭、そしてラストラン1号艇中西は2番手らせ、うち2号艇野村が迫って2番手接戦でゴールです。先頭5番山本、マジかいや、2番手はうち2番野村、相当1番中西並んでゴール。はい、第3レースです。でも長い
つといえば125ボックスでもいいんじゃないかみたいなことを言った矢先に125ボックス来るのやめていただきたいな。もうなんで変な伏線回収みたいになっちゃって、逆伏線みたいになっちゃって、もう逆に来なく当たらなくていいんですよ。そういうこれはね、これやばいですよ。これね、6号艇もしも絡んできてしまった時にはね、10万周ありますからね、16、10万周ありますからね、そういうの来たらもう発狂しますよ、マジで。大丈夫、それはさすがに来ないでしょう、来ないでしょうと願いながら、でも1号艇はまず行ってください。1号艇頑張って行った、あと5号艇、まだかない、まだかりません。1号、なんてな、1号に、ね、待って、ほら、またしても215とか、またしても125ボックス来ないか。やばいじゃん、マジかよ。最終日ですからね。イン逃げが決まらない。これで坊主はダメだよ。これで坊主は絶対嫌だよ。ラスト、次でラストです。平石回しから差し返す1号艇井上、内をつく1号艇井上が2番手、現在1点差リード。アウトから3号艇平石、4号艇ラスト、坊主だけはやだ、坊主だけはやめてください、お願いします、坊主だけは勘弁してくださ い, い, ということになっています。とにかく1号艇向かい風が3メーター前後、向かい風が3メーター前後、インコースから1番2番3番、とにかく1号艇あスタートしました。スローゼコースタート1号艇平野、2号艇吉田、3号艇3号艇のラッシュが仕掛けるが1号艇が先丸切り替え、2号艇吉田、間から4号艇宮武、内は6号艇松田、逃げる1号艇平野和明が先頭、大丈夫、絶対大丈夫、こっから上がってくれる5号艇、上がってこれないか。4番手から4号艇宮武、スタートは正常です。頑張れ、3着は変わる、3着は変わる、こっから変わる、やばい、ちょっと待ってね、 5.8 倍かい、135 5.8 倍かい、あ、しかし3番手4号艇宮武がここでリードを4艇身取って、上位は1番3番4番です。ラニターマーク1号艇平野がトップ、2番手は3号艇中辻が旋回、そして4号艇宮武が続く134です。2,3 番手もじわっと定冠詰まりますが、まだ2番手は3号艇中辻が 2,3 艇身リード。これね、135一番人気なんですよ、5.8倍、135 5.8倍、一番人気、134もね 6.9 倍だから、クイックイッククイッ、やばい、5.8 倍でもでかいですよ、坊主か坊主じゃないけど、この境目がでかいです。頼む、最後がない、最後のところ切り込んでくる5号艇、やばい、取られた、来た、やばい、1号さん、何なら1号さん、やべえ、ありがとう、はーい、ありがとうございます。小さく負けて大きく勝つ、それが大事です。坊主はもう坊主は絶対に出しちゃいけません。麻雀でも強い人は大負けをしません。箱転しません。勝つか負けるにしてもちょい負けでしかない。大負けはしない。それが強い人。そういうことでございます。次回、3打目です。決めに行きます。特大満州にぶち当てます。で、今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。